エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック。希望の働き方に合わせてご紹介いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。その A さんから突然 LINE で今度飯行きましょう、いつ空いてますかみたいな、で僕その人はもう正直顔もあんま覚えてない、名前もギリみたいな、2人で飯だから行ってシンプルになんか距離感おかしいだけの人だったら2時間地獄じゃん。うわこれどっちかなと思って、すごい経営者の年下にタメ語使っていいんですか、そこどうやって分けてる実際。インスタグラムで芸能人可愛い系の女性の写真とかグラドルの写真とかあるじゃないですか、あれにいいねしてる人って結構いるじゃないですか、あれについてどう思います、どう思う、フリートークっぽい入りだな。それさ、俺がさアムウェイについてどう思いますかっていう質問に対してさ、てめえがネガティブな印象を持ってるのに俺に代弁させようとすんなよ雑魚がって言ったのと同じもうちょっとどうすや、先に言えよどう思ってんだ。いやいや、ほったまですよ、ここにいないあるメンバーがね、インスタグラムでそういう風に写真とかにいいねをしてるやつキモないっすかみたいな、うん、話から始まったんですよ、うん、でその人はまあキモい派で僕は結構押しちゃうタイプなんですよなんかネガティブな感じで来るかと思ったら押しちゃうタイプ、押しちゃうタイプ、本当に可愛いなと思った写真はいいね押しちゃうタイプなんですけど、みんなそんなことないのかなと思って、絶対しないわ裏垢で押してます、裏垢でね、裏垢、はい、裏垢なんてあるのか、裏垢っていうかゲーム垢、あじゃあ隠れてこそこそ押してんな、フォー垢で押すと山本博樹さんがいいねします、そうだね、そのバレるよね、だからゲーム垢で押してます。インスタも出るの、出る、Twitter はいいね欄が結構見られる、なんで Twitter はなんかあんま変ないいねはしないとこうかなっていう気持ちはあるんですね、人の見ちゃうんで、この人何いいねしてんのかなとかって、なんか仕事の絡みの時とか、はいはい、そっちはやんない。じゃあ逆にいいね押すタイミングってどういう時なんですか。だからそのエッチ系じゃないやつの時に押します、後から見返したい時とか。僕はエゴさして僕の悪口言ってるやつに片っ端から言いましたよ、僕から疲れまがってるんですよ根性が参考にならんわなんか俺の悪口言ってるやつが見つけます、これに俺がいいねして見てるよってやったらどうリアクションするんだろうっていうのがなんか2回に1回ぐらいやべえ本人からいいね来たみたいな喜ぶやつとか、もしくはすぐ消すやつとか、はいはい、まあスルーするやつもいれば、いいねされたことを何こいつみたいな感じで嬉しそうにキャプチャーあげるやつ、はいはい、それを見るのが好きでして悪口にだけいいねします、で逆に自分褒めてるやつにいいねするとなんかまるであたかも庶民にいいねされて喜んでると思われるのは嫌なんで、それは絶対いいねしないようにしてます。グラビアアイドルにいいね押すよりこっちの方がキモいかもしれないほんまやな、でもさ、ツイッターのいいね欄には倍増言がバーって自分の悪口いいね貯めてるんです。飯田さんはカモさんにマシっていう結論に結論でね、押すっすよね、水着とかっすよ、何押してないみたいな、でだから俺もねツイッターで東大の起業家のハリマってやつがいて、ハリってアカウントなんだけど、はい、あいつがなんかいいねしましたっていうのが毎回小倉優香と吉岡里帆とかの水着の写真がハリーがいいねしましたって毎回流れてくるから、こいつどんだけ溜まってんだって俺思って純粋な気持ちでいいねして説、そう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 、そうインスタはそうですね、ツイッターはやっぱちょっとなんか恥ずかしさはあるけど、男も別にいいねする、かっこいい芸能人の写真、ああ男は別に抵抗ないですけどね、みんな結婚式だとかそういうのだけだな、結婚式のツイートはそのカモさんの悪口の中に埋もれるわけですよねツイッターはだからもう完全にビジネスアカウントだからアンティメだけいいですよ、基本は。カモさんインスタやってたんですか。結構フォロワーいるから投稿してるんですか。たまにストーリーでゴルフ行ってるだけ。フォローしてくださいそろそろ1万人お増えましたね。いいねする理由がわからないとインスタ運用ってできないなってちょっと思うんですよね、うん、保存して見返せるんでしょ。いいねいいねも保存できるけど、そもそもインスタって保存もある。いいねと保存でやったら保存も結構大事だけど、なんで人っていいねするんだろうねっていう、水着の俺はしないからって言って分かんないままだとその層を取り込むことはできないだろうなって思うんだよね。応援と今言った純粋ないいねなのかな。だから俺もよく話に出てコムドットってさっていう話で分かんないよねっていう話してるけど、コムドットの良さを自分たちが分かってない鬼滅もさ分かってないだけで、分かろうとしないとその層へのマーケティングはできないないんだろうなっていうのをすごく最近感じて、めっちゃ若い YouTuber とか見てる。そう言い始めたらおっさんですよね。いやそうおっさんなんだろうなって思う。カップル YouTuber とかバカじゃねえかって思う。バカよって見ないとダメ
20代に流行りの写真ポーズとか調べたもん昔。女子高生に流行りのとか、ね、何なんですかね。一番流行り糸シナモンだと思ってたら違う。糸シナモン、こうやって糸シナモンって知らねー。僕今指ハートで止まってます。知らねー。それでもう古いらしいよ。あ、そうなんですか。タモさんの最新なんですか。俺の最新は裏ピース。でもそういうのまた最近入ってるらしい。逆に、ね、リバイバルしてるらしいよ。はいはい、浜尾さんが今時のポーズしてってなんか言われた時にするポーズ、可愛いやつでお願いします。サムネが決定した。サムネできました。何の話をしてたんだ本当。ありがとうございました。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。